物カフェ店主ゆはくのみなです。おはようございます。食にまつわる日常のあれこれを配信しております。ということで今日は伊豆に来ています。めっちゃ綺麗、やばい。でこれから箱根の切り目屋さんにトミーと向かうの でバーベキューをするので、その前にねちょっとスーパーに寄って、地域共通クーポンをねちょっとどうせなら使おうということで、それを持ってスーパーに向かいたいと思います。ではレッツゴねえ、お友達がいっぱい今日はいる。ここでも少し羽切ってあるの。うん。かわいい。かわいい。息子だな。ね、息子だね。アミちゃんママの息子、アミちゃんの弟。あげるよ。かわいいね、ピーちゃん。動きはすごい早いんだよ。あれね、2匹ぐらいで競争させながら動画を撮ると面白い。チャプトリングスのレース。レース。やめてー、やめてー、やめてー。遅い。おい。おい、じゃあ、はい、そう。パパは MGB の車好きとミニ、古いの一緒。私パパ全部一緒。そうそうそう。そうなん。可愛いピンちゃん。そうだね。恥ずかしい。恥ずかしい。なんか大きい人がいる。恥ずかしい。大きい人がいる。近寄ってきた。なんか、お、なんか食べてる。なんだろう、なんだろう。おー、かわいい。人懐っこいね。乗らされたみたいな、どっちかっつうと靴下の毛玉とかずっと取ってる趣味
毛玉取り。キョー。逃げる。楽しそう、ピーちゃん。なんか地面歩いてる時が一番生き生き。かわいい。鳥じゃない。友達？友達なのこれ。やめてよ。やめてよ。こっち？この鳥誰だ？大丈夫？贅沢。そっか、ちょうどここに落ちるんだもん。すっごい。うわすごい。こんな軒下で椎茸育つんだ。軒下っていうかこういうところじゃなきゃできない。あ、逆に半日陰で知ってる。あ、やっぱりしたら箱根はちょうどいいんですね。なんか湿度あるし。スカスカになる。用具して木がスカスカになっちゃう。うーん、これ桜の。すごい、いっぱい、大量。大量だね。あ、すごいね。お庭でキノコ育ててる人初めて見た。Like you too much. かわいい。あ、パン。あ、本当だ。あ、見てパンツある。